マヌルネコは、哺乳孔食肉目ネコかオッタコリバス属に分類される食肉類。本種のみでオッタコリバス属を構成する。別名モコヤマネコ。アフガニスタン、イラン、インド、カザフスタン、キルギス、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブータン、モンゴル国、ロシア南部。1960年代以前には、ウズベキスタンやタジキスタンでも、 報告例があり、分布している、可能性もある。アゼルバイジャンやアルメニアでは、絶滅したと考えられている。東道町50から65センチメートル。お長21から31センチメートル。体重オス3.3から5.3キログラム。メス2.5から5キログラム。体毛が長く密集して生えているので、丸々と太った立派な体型に見える。この厚い毛のおかげで、 雪の上や凍った地面の上に腹ばいになった時、体を冷やさずに済む。体は大々味を帯びた灰色、覆面は白っぽい灰色、獅子は黄土色、腰に茶色の横縞が走る。個体によってはこの横縞が厚い毛のせいで判別できないこともある。尾には5から6本の黒い縞模様が入り、先端は黒い。頬は白色で長い毛がある。 目の端から方に黒色の島が走る。顎から喉にかけても白色で対下面では密集した灰色がかった毛になる。季節が移すると毛は生え変わる。冬毛は夏毛より灰色味が強く模様が不鮮明である。左右の磁界は離れ低い位置にある。特徴的な顔つきで目の位置が高いところにあるので期待は高く、 丸い耳が低く離れた位置についているように見える。目は顔の前方に位置する。目の位置が高いのは身を隠せる場所の少ない平坦な砂漠やステップで岩陰に伏せて岩の上から目だけを出して獲物を狙うのに適しているからだと考えられている。交際は黄色で瞳孔は丸く収縮する。死列は門子が上下6本、剣子が上下2本。 小球子が上下4本、大球子が上下2本と計28本。爪は非常に短い。他の猫かの動物と比べると足や爪が短く、電部がやや大きい。以前は家猫の長毛シュペルシャの原子と考えられていた。後に家猫の含まれる系統のうち、黒足猫やジャングルキャット砂猫などよりも初期に分岐した種とみなされるようになった。 2006年に発表された分子系統解析では、ベンガル山猫族とレオパードキャットにナジを形成するという説が提唱されている。ベンガル山猫族の共通祖先とは、590万年前に分岐したと推定されている。英名、パラス、エスキャットは、本種を発見したピーター・サイモン・パラスに由来する。以下の亜種の分類、分布は、 IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。以下の亜種の分類、分布も IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。標高450から5073メートルにある岩場の多い草原やステップ、半砂漠などに生息する。昼夜を問わず活動するが、捕食者などを避けるため狩りは主に白明白母寺に行う。 危険を感じると動かずに身をかがめて、地面に腹ばいになる。主に泣きウサギ類、アレチネズミ類や、ハタネズミ類などの月誌類、イワシャコ類などの蝶類などを食べるが、ノウサギ類やマーモット類のは掛け物を食べることもある。トランスバイカル地方西部の502個の糞の内容物調査では、89%に、泣きウサギ類、44%に、小型月誌類、3%に、 自律類2%に、ノウサギ類や蝶類が含まれていたという報告例も、ある。獲物に音を立てずゆっくり忍び寄る、双本の中を移動して飛び出した獲物を捕食する、獲物の巣穴の入り口で待ち伏せを行うといった、方法で狩りを行う。妊娠期間は66から67日や74から75日という報告例がある。主に4から5月に出産する。 主に2から4頭の幼獣を産むが、8頭の幼獣を産んだ例もある。マヌル猫は独特な威嚇行動をとる。片方の上唇を吊り上げ震わせて、大きな剣士を剥き出しにするのである。名前のマヌルはモンゴル語に由来し、小さい野生猫の胃。俗名、オッタコリバスは耳が短いの胃。毛皮が利用されることもある。モンゴルやロシアでは、 脂肪や内臓が薬用になると信じられている。農地開発や牧草地への転換、花放牧、採掘などによる生息地の破壊及び分断化、違法な狩猟やマーモット類と誤って、狩猟や罠による混濁、花放牧によって増加した牧羊犬や野犬による捕食などにより生息数は減少している。本種の獲物及び巣穴を提供する鳴きウサギ類。 月種類は家畜との競合や感染症の防止などの理由から駆除が進められており、これらの減少による影響も懸念されている。多くの生息地で法的に狩猟は規制され、毛皮の国際的な小取引も1980年代には規制されているが、多くの生息地で密猟が行われていると考えられている。モンゴルのみ一部の狩猟者に狩猟が許可され、毛皮が 中華人民共和国へ密輸されている。1977年に猫科単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。飼育科では特に幼獣がトキソプラズマ症に感染してしまうことが多いとされる。法によって保護される前は中華人民共和国、モンゴル国、アフガニスタン、ソビエト連邦で毛皮を取るために 狩猟の対象とされた。月脂類を捕食するため、殺素剤の使用が本種の生存に影響を与えているかもしれない。感染症による死亡率が高く、飼育下での繁殖は困難である。生息地が高知のため病原菌が少なく、免疫力が低いためと考えられている。現在では動物園での繁殖が試みられており、近親交配を避けて、 繁殖を目指すため、世界的に動物園が連携している。繁殖に力を入れているのは主にロシアであり、2014年に、同国のノボシビルスク動物園から動園で生まれた、有志各一匹が、米国の動物園へ移送されている。日本では2016年に2歳のオスのマヌルネコ一匹が、埼玉県子供動物自然公園へ送られている。2019年に、 死于一匹ずつを飼育していたナス動物王国で8頭の子供が生まれたが、一匹は死産。母親の体調が思わしくなかったことから、人工保育中に5匹が感染症で死亡。2匹が生き残って成長し、2020年に繁殖のため神戸動物王国に移された。ありがとうございます。